霊南坂、教会霊南坂教会は、東京都港区に位置する、元日本キリスト組合協会の中心的な教会、日本キリスト教団の著名な教会、初期の頃は、東京第一キリスト教会と呼ばれた。創立50周年記念祝会に出席した、徳富祖法1879年、熊本バンドの尾崎行動を迎え、岡田松尾依の11人の組合協会系の、 関西のクリスチャン青年によって、津田線の学能社分教場で新坂町教会が創立される。あわず孔明が創立した日本教会が、高津の死後2年目の1882年、尾崎高堂牧師の新坂町教会と合併して、東京第一キリスト教会となる。1883年、赤坂礼南坂に、東京第一キリスト教会の教会堂を建立。 1885年、ヨーロッパから帰国した、三好大蔵を中心として、和田垣健造、国富士新作、岡部長本、本田康之など海外で洗礼を受けた人々は、三好宅で集まって、聖書研究会を開いていたが、東京第一キリスト教会が近くにあったので、合流して、教会を新しく組織した。1891年、 赤坂霊南坂教会を霊南坂教会に改称松野菊太郎が牧師として尾崎を助けた。1917年、辰野金吾の設計によって旧街道が建設された。1920年、大中虎寺がオルガニストに就任して1979年まで59年間、勤めた。1980年11月19日。 山口桃江と三浦智一が結婚式を挙げた。1985年、アークヒルズ開発に伴い移転、現在の新街道が建設された。現在主任牧師高級刑事、日本キリスト教歴史大辞典241ページ、高橋2003年、128ページ。ありがとうございます。